はい、どうも、キタラです。今回の動画ですね、初心者でも扱えて、復刻したら絶対に確保した方がいいコイン稼ぎツムをね、紹介いたします。はい、で、今回は4体紹介するんですけど、3つのね、条件を、押さえて、紹介します。はい、3つがですね、常連ツムとか、復刻しづらそうなツムは入れてません。で、スキル1とか、低スキルから使えるツムで、初心者でも扱えるツムっていうこの3点をね、押さえて、紹介いたします。まず1体目がですね、カブトグーフィーになるんですけど、カブトグーフィーはスキル2から、飛躍的にコイン稼ぎができるようになってまして、スキル2で、ノーアイテムで、2000枚以上稼ぐことができるツムになってます。はい、で、このツム年に 3,4 回ほど、まあ、ワンシーズンに1回ほど、復刻するツムでして、比較的にね、確保しやすいツムになってます。はい、で、プレイヤースキルもあまり必要としないので非常におすすめのツムになってますね。はい、でさらに、スキルマックスまでの、コイン稼ぎ効率も上位の方に入ってまして、低スキルから高スキルまで、使える、優秀なツムになってます。はい、続きまして、2体目がですね、マイク&サリーになるんですけど、このツムはですね、スキル1から使うことができまして、まあ、使い方によってはノーアイテムで3000枚以上も狙うことができます。使い方はですね、非常に簡単でして、サリーのツムがね、たくさんある状態でサリーのスキルを発動しまして、スキル中にサリーをロングチェーンするだけです。これだけで簡単にコイン稼ぎができます。非常に簡単なんですけど、一つ注意点がありまして、ロングチェーンが終わる前にボムをね、タップしますと、ゲームの使用上、獲得コイン数がね、減ってしまうので、サリーが全て消えるまでは放置してください。まあ、それ以外はね、特にね、注意することはないです。さらにですね、マイクのスキルも、使うことができるので、まあ、高スキルになると、ロングチェーン重視と、スキル回転重視の、2つのやり方でコイン稼ぎができるので、まあ、その飽き性の方で、まあ、ブーとかメイディン D とかでコイン稼ぎしてる人たちは、こちらのツムをね、使った方がいいかなと思います。次にですね、3体目のツムがですね、スクルージというツムになります。はい、このツムはですね、スキルマックスまでの必要ツム数が、なんとね、16体というね、非常にコスパがいいツムになってます。このツムもですね、カブトグーフィーと同様で、スキル2から飛躍的にコイン獲得数が上昇しまして、まあ、スキル2からノーアイテムで2000枚以上稼ぐことが可能です。さらに使い方も簡単でして、ジャイロ機能を使うんですけど、このジャイロも、スキル中に少しだけ右に傾けるだけなので、もう非常に、簡単になってます。はい、で、スクルージが復刻するときは大体はピックアップガチャで復刻するので、45万コインがあれば、必ず1体は確保できます。で、常連ツムの中にスクルージと似たような感じでコスパ最強ツムって言われているハムがいるんですけど、スクルージの方がコイン効率がいいので、ハムを使っている方は、スクルージを、おすすめいたします。続いて最後になるんですけど、4体目のツムがですね、上腕の鏡になります。はい、このツムはですね、スキル1の中で一番コイン効率が高いツムになってます。このツムはですね、一部の方からは扱いが難しいって思われているんですけど、そこまでね、難しくはなくて、基本的には女王のスキルを中心に意識して、スキルを使うと意外と、使いやすいツムになってます。はい、スキル1からノーアイテムで3000コインほど稼げるんですけど、慣れると54のみで5000枚以上狙うことができるので、もう超優秀なツムになってます。このツムはですね、年に 2,3 回ほど復刻していまして、コイン稼ぎランキングでもトップ20ぐらいに入るツムになってます。そのため、まあ、コイン稼ぎができてスキルマックスまで使いたいツムを探している方には非常におすすめのツムになってます。はい、ということで以上がですね、初心者でも扱えて復刻したら絶対に確保した方がいいコイン稼ぎツムの紹介になります。他にもですね、おすすめのツムとか、あとツムツムの情報がね、入りましたら、また動画を投稿しますので、よろしければチャンネル登録と高評価お願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。